それでは早速写真の女の監督久保田卓志さんをお迎えしたいと思います。監督どうぞ壇上にお上がりください。拍手でお迎えください。では監督あのまず一言あの自己紹介と皆さんに一言お願いします。はい、写真の女脚本監督の久田と申します。この写真の女という映画は去年スキップシティの。 オンライン映画祭で上映していただいて劇場公開は今年の1月から行っています今日は埼玉の劇場で初公開と初上映となりますので埼玉上映を迎えられてとても嬉しいですあの、ま、中年のファンタジーというのはあのまさに狙ったところであの初監督作品だったんですけれどもこの作品は。 あの制作途中でブレないようにあのターゲット観客というのを設定しましたそこにすでに35歳以上男性と書かれていたのであのまさにあの35歳以上の男性に向けたファンタジーですねで写真をテーマにしようと思ったっていうのはきっと35歳以上の男性っていうのは写真が思い出のために撮られていたものからあの人に見せるためのものに変わったっていう。 この写真の歴史の大きな転換期を迎えた人たちだと思うんですね。えー、なので写真を選びましたあのテーマに選びました。で、えー、さらにあのちなみに2019年に撮られた1年間1年間で撮られた写真の数っていうのはそれまでの人類の歴史で撮られた全部の写真の 数の2倍と言われていますね、えー、それぐらいその写真っていうものが大きく変わってあの何て言うかこの映画を僕はあの世界中で上映したいと思ったので世界中の人に見てもらえるために世界中の人が共感できるようなテーマということで。 えー、そういう意味でも写真というのをテーマに選びました。えー、まず、えー、彼はあの喋れなないいわけではないんではんすねたまたま映像に映ってる切り取ってる部分は彼がしゃべってないところを切り取っているだけというようなあのことなんですけれどもしゃべらないっていうことはあのその世界中の人が誰が見ても共感できるんですね。例えばあの っていう言葉を僕が今言ったとしてもその痛みっていうのは痛いっていう日本語を知っている人にしか分からないわけです。でもこうっていう顔をすればこの,あこの人痛いんだなって分かるわけですね。でそういう意味ではあの世界中のどの人が見ても分からないアメリカ人が見ても、えー、ナイジェリア人が見てもイタリア人が見ても彼の感情っていうのは分かるんですね。そうういいいった意味でも喋らないという 設定にしましまたねまあ先ほどあの監督、今年の1月から「ユーロスペース」ほかでえ公開になったと言いましたけれどもほかにはあれですよね 80, 80の映画祭でに出品して38巻取ったという、はい、えそういったあの意味でこう映画祭の反響だとかやっぱり一般の公開の反響なんかどうでしたあそうででそすねやはりあのまず劇場の前に映画祭ですね。ね えー、特にあの映画祭からしたら「なんだこいつは」という <laughs> 初,初監督であのそれも誰かの,あの映,画界映画界の偉い人についてたわけでもないんで急に一般応募からなんか変な作品が来たという,う扱いが多いんですけれどもあのそれでもやっぱり拾っていただけたというかあの見ていただけてるってことはほんあのとても。あの 映画祭っていうのは完全にはないではない完全ではないかもしれないんですけどあのフ,ェフェアなな戦いいができる場所かなというのは感じましたねそれからあのやっぱり世界中の映画祭であの招待されたということはやはり先ほど言った監督に言ったそのテーマ写真というなんか一つのテーマがやっぱり共通した点もあったんでしょうかはいそうだと思います。あのこの作品は写真 はテーマにしているんですけれども、それ、その中でもレタッチという技術に特化しているんですね。で、レタッチっていうのは、あの、何かを、例えば、あの、老いを隠したり、その、自分のび、自分の美の基準に合わないところを隠したり、いろんなものを隠せるんですね。で、その老い隠した自分を見せて、で。 でも写真っていうのが同時に人に見せるものに変わってしまいましたから何かを隠した自分を見せることによってその自分が隠し何かを隠していることに罪悪感を覚えてきてしまうで罪悪感を見せるとまたそのそれに同情する声が集まってきてどんどんあの自分が思わぬ方向に自分の像が作られていくっていうのが今の現代これは世界中で同じなので。 そういう、あの。世界中で。本当の自分とは何なのかっていうような、あの感覚はあると思いますね。まあ、あの、今日来ないから、あれですよね、典型ですよね。<laughs> あの、傷を隠したら、またね、あの。あの、傷を今度見せちゃった方が、逆に言うと、ほら、おわんが多かったとかいう。非常に皮肉な、あの、展開になってますよね。そうですね。あの、今は。彼女も、だから傷を見せることによって。 まあ、あたかも何かの被害者のように思われるんですね。僕は、あの、この、ここ、えー、2、3年で SNS というもので人々が何かを発信できるようになって大きく変わったのは何かの被害者の人がとても増えたと思いました。で、何かの被害者という,うことでいろ,んいろんな人からあの励ましの声をもらったりとか、まあ 分かりやすいなハートマークの数ですよね。をもらった人が今度はその被害者によって注目を集めたけどいつ,、ま、いつその被害者という立場から抜け出せんのかというのが一つ難しい問題じゃないかなと思いますね。いつまでもきっと世の中の人から被害者ということで見られて生きていてしまいそうな人がもしかしたら。 増えていくかもしれないと感じていますね。それとまた逆にあの小泉真希さんが演じたあの見 <laughs> 合い写真の女というのはまたあれですよね。あの、えー、他人の目に映る自分が本当の自分だという一貫してますよね彼女。そうです。実はあの小泉さんの小井沼さんのキャラクターはあのなていうんですかね。スター・ウォーズでいうようだというか本当に正しいことを言っているあの一見あの。 何,か何だこの人はと思うんですけど実は彼女小犬山さんが言っている言葉っていうのは実はあの本当の自分はどこにあるかっていうことを考えた時にやっぱり他人の中にしかないっていうことは芯を食ってるんじゃないかというふうに僕は思ってますね。本当の自分ななんてて存在しなくて誰かかが相手がいるから でその人に求められる自分がいるっていうことがあの生きる喜びなんだということはを食っていそろそろちょっと時間になりましたんで、えー、最後にはあの監督の方からあの今日ご覧になりました皆さんに、はいえー、今後の予定ですとか、はい、またあの次回作なんかの構想がありましたらこの写真の女というのはスキップシティアワードというのをいただきまして、えー、このスキップシティ、えー、様からのサポートを 次回作の長編にいただけるということで、で、そこで次回作。の、出現権が当たるプレゼントキャンペーンというのをやっております。えと、入り口のところに、あの、このチラシ置いてありますので、もし興味のある方は、あの、ご覧になってください。えー、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。写真の女の監督、櫛田武さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。